シンドマスティフシンドマスティフは、インド北西部の砂漠地帯原産のマスティフ犬種である。別名は、シンドハウンド。かなり古くから存在する犬種であると言われているが、詳しいことは不明である。かなり原始的なマスティフ種であることから、セントラルエジアン、シェパードドッグと血縁があるという説や、古代マスティフ種と両犬種の血を引くという説などが挙げられている。ただし、 これらの説はまだ証明がされておらず、仮説の意を出ていない。主に猟犬、警備犬として使われた。猟犬としては3から5頭のパックか単独でイノシシを買った。獲物の匂いを追跡し、発見すると自ら飛びかかって仕留めた。警備犬としては、家や土地を見張り、泥棒が入るのを防いだ。泥棒が入った際には命をかけて、取り押さえたり、排除しようとして、 攻撃を仕掛け退治する。現在は非常に希少な犬種となっており、原産地以外では全く飼育されていない。各国のケネルクラブからの公認は受けていない。大まかに言うとその姿は、グレートデーンの血が入ったマスティフに似る。マズルの長さは普通で、グレートデーンのものに似る。頭頂部は平らで、首は太い。筋骨隆々の引き締まった体つきをしていて、 胸は広く、足は長い。耳は垂れ耳、尾は飾り気のない垂れを。力が強く、走るのが速い。コートは、滑らかなスムースコートで、毛色はホワイトをベースとして、カフェオレやレモンなどの淡い縁が入ったものや、淡い色の単色などがある。この毛色は、遠くから見た時に、原産地の砂漠の色に溶け込みやすいように改良された、ものである。 大型犬サイズで性格は主人に忠実で従順だが、プライド型各主人以外のものに対しては独立心が旺盛である。飼育の際には力を制御するためにしっかりとした訓練が必要で運動量は非常に多い。狭い室内に閉じ込められることを嫌うため、一般家庭での飼育には不向きである。ありがとうございます。